はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで翔さんからですね、セレクトのユーロワンボックスご注文いただいて、うち4パックをパーソナル、はい、よろしくお願いします。あ、そっか、4つだね。2個、この2個にしよう。はい、じゃあ8パック未開封で、開封して箱に戻してお送りします。金曜日発送の、土曜日着が最短です。はい、まずルーキー、オーストリアですね。でコーマンズ、オズドエフ、ロシア。ん、ギラギラしてる。はい、せーの。あ、ルーキーだ。ちょっと待ってください。どこの選手？チェコ。チェコのルーキーですね。ホワイト。ヤコブさん。59の60。ミッドフィルダー。19番ですけどね。まあ、若いんでしょうね。来年にはね、9番とかつけてるかも。はい、ルーキーのホワイト来ました。アカンジュ。アカンジさんね。はい、バラン。イタリア、ロレンツさん。あ、ひっくり返ってる。あ、ちょっと待って、いいのか。せーの、ペペッチ。はい、ポルトガルのペペ。こうだ、ジャージですね。そっか、前サインと一番初めのご依頼の時でしたっけ、引いちゃったんですよね。ポーランドですね。165の64、ポーランド祭りだな。はい、サイン引いちゃうとあれだな。別にいい。はい、ジャンさん、デパイ。あ、ひっくり返ってる。これオートだとせーの、ヤン・ソモン・ソマーさん、23の75、サインっぽいぞ。サインだ。はい、これはパープル、ゴールキーパーですね。はい、で、ウズドエフのオレンジだ、125の63で、アラバのチームカラー、パバード、ベンジャミン・パバード。ロシアのキーパーね。なんでアキンフィフじゃないんだろうな。はい、デコイでした。シルバーだ。はい、オーストリアのドラゴビッチ、アレキサンダードラゴビッチ、かっこいいね。3番。はい、マティアス・ギンターっていうのかな、ディフェンダーなんだね。はい、ということで、メモラとサインを引いてしまいましたはい、2回目は近かったんですけどね。まあ12パックしかないものですからね。はい、じゃあ、こちらで、梱包して残り8パックと一緒に、はい、明日発送土曜日着が最短です。はい、じゃあお受け取りよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。